アークトスタフラスワウ,ウルシ熊コケモモは、筒子科の常緑低木。別名、ウバウルシ、ウワウルシ。ウワウルシの名称は、種小名のウワウルシが由来であり、ウルシ科の植物ではない。種小名のウワウルシは、ラテン語の熊のぶどうという意味で、和名もこれが由来となっている。北半球の原野や鉱山に自生する。高さ50センチメートルほど。 葉は区形もしくは円形で2.5センチメートル程度になる。花は春初夏で釣り金型をしたピンク色の小花をいくつか咲かせる。果実は赤く熟し、中に種子が5つある。酸味が強く食用には向かない。葉は強い殺菌、修練作用があり、尿路殺菌剤として用いることがある。日本薬局型に生薬、上漆として収録されている。 最近ではメラニン抑制効果が認められたことから化粧品に配合されることが多い。主成分はアルブチン、ヘラグ酸などのタンニンなど、尿路消毒薬の原料としても使われる。アメリカインディアンはこれらのハーブを混ぜてタバコとして喫煙する。煙にも爽やかな酸味が感じられる。アメリカインディアン居留地などでお土産として購入可能。 保福性の植生から園芸ではカバープランツとして利用されている。ありがとうございます。